どうも、ライオンです。さあ、やってまいりましょう。30 Minutes マイスターズカフェ。この動画は皆さんから投稿いただきました。30 Minutes ミッション、30 Minutes シスターズの作品を紹介していくものです。7月の1日からまた新たにね、募集を開始したんですけれども、日付変わったところからどんどんとね、たくさんの投稿作品が来ております。ありがとうございます。では今回も最後まで見ていってください。それでは今回最初の作品はこちら。L。自分の30 Minutes ミッションズオリジナルパイロットをシスターズで再現してみました。目や髪を自分のイラストに合わせて機体の手足等を取り付けられるようにしてみました。なかなか手に入らないシスターズなので一発勝負でしたけど、なんとか形にはなったかと思います。はい、30 Minutes シスターズ本当に手に入らなくて私の、ね、生活圏でもそうなんですけども、だからカスタマイズするってなるとね、ちょっと躊躇するのすごいわかりますけども、ね、かなり手がっております。結構ねイラスト投稿とかされてる方だったりするんで、まあ、そのオリジナルキャラクターを、ね、この30 Minutes シスターズを使って、作ったということですが、これ目のところとか特にですけども、元々のその印刷されてるあの30 Minutes シスターズの目ではなくて実際に描かれた感じですかね。あのイラストもね一緒にアップされてるんですけども、それと本当に全く同じ感じになってます。で、一緒にね、投稿されてる作品、あの、写真では、あの、このキャラクターの単体のね、L っていうね、このパイロットの単体のものと、あと、このキャラクターが乗り込む機体のね、単体の写真なんかもあります。これもね、かなり、パーツの組み合わせとか秀逸で、すごい綺麗な、そして、なんか、シルエットがとても女性的な、ね、エグザマックスが作られてますんで、もしよかったら、ね、#30MDJ で調べてみてください。で、その機体の、ジョイントパーツ、手足とかね、まあ、この L のキャラクターとその機体のパーツとがトレードできるようになってるんですね。これによってなんか、あの、搭乗者、パイロットっていうよりかは、なんか装着者的な雰囲気の世界観にもできたりするんですね。では、次の作品はこちら。スピナニーニア。マクシオン軍の小型エグザマックス。立派なスピナニーニアになるため訓練に励む。ライオンさん、こんにちは。マイスターズカフェ新シーズン開始、とても嬉しいです。ありがとうございます。ちびっこスピナティアを作りました。帽子とスカートは、高機動シエルの玉パーツと戦国アーマーの傘を使いました。とのことで、すごいね。なんか、パッと見もう、ね、どういうのをモチーフにしたかってわかるもんね。まあ、塗装とかもね、いろいろされてますけども、その色の組み合わせ、配置で、どう見ても幼稚園児のような幼稚園の制服を着てるような感じにね、まあ、ちっちゃな子はまずこれに乗って、立派なスピナティアになるための訓練をするんですかね。なんかこれ自体が成長していきそうな気もしますけどねただ、面白いのがこの帽子のパーツとスカートのパーツが共にその高機動シエルノバのオプションアーマーのね、あの球場のパーツに戦国アーマーの傘パーツを組み合わせた全く同じ形で色が違うだけのパーツなんですよね。これがそのどの部分についてるかとか色が違うだけで全く別物に見えてしまうっていうのが、同時にねアップされてる写真の中でそのパーツがね2つ並んでるところがあるんですけども、完璧に同じパーツなんですよ、並べるとね。はい、あとね、解説にはちょっとなかったんですけれども、なんか頭のてっぺんに、タケコプターのような、プロペラがね、取り付いて、なんかこれによって意外にもこの機体、空も飛べるんですね。それでは次の作品はこちら。ティアーシャ、世紀末バイク登場型。世紀末はお好き？がおっしゃらないで。エンジンにウィング、でもカウルなんて見かけだけで、重機もたっぷりありますよ。どんな低身の方でも大丈夫。いい噴射でしょ？余裕の光だ。左右で違いますよ。でも、一番気に入ってるのはリボンだ。とのことです。すいません、私、バイクについてはあまり詳しくなくて、ちょっと用語的になんかこう、読み方とかまずかったりしたらすいません。はい。世紀末バイク。はい。世紀末バイクって言うと、核戦争後の世界、暴力が支配する中、ヒャッハーな人たちが、乗ってる感じの、だったりするんでしょうか。それにだったら近いような雰囲気もね、この写真からはあるなと思うんですけれども、はい。
いやもうすごいいろんなオプションパーツが取り付いていて、で、塗装とかはされてなくて、もう成型色生かしてね、ダークグレー、ブラック、あとね赤の組み合わせでねバイク作られてる感じですけれども、はい、結構ね物騒な武装なんかも付いてるんですけども、ちょっと一部わかんないのが、一番の気に入ってる部分がリボンっていうのがあるんですけども、バイクにリボンっていうそのなんだろう、どこか部位の名前があったりするのか、この子のそのなんだろう、ヘッドドレス型のオプションがこうリボン型だから、そこが可愛らしくて気に入ってるのか、ちょっとねすいませんが、はい。でも本当に巨大なね、それこそ世紀末のね、某漫画に出てきそうなゴツゴツのトゲトゲのいかついバイクになってますよね。では続いての作品はこちら、スーパールルチェフルホワイト。謎のロイロイと合体して誕生するスーパーシスターズの一人。合体時は絶大な戦闘力を得るが、合体剣がロイロイにしかないため、戦力としては当てにできない。分離時はビームチャクラムを使用して戦う。その白すぎる見た目からフルホワイトの名で呼ばれる。とのことです。はい。本当に綺麗なホワイトのね、武装ですけれども、おそらく成型色だったりとか塗装も一部されてるのかな、ね、そして合わせれるカラーとしてはね、明るいグレーとあとシルバーなんかも入ってますね。かなりメタリックなキラッとしたシルバーなんで、うん、この白の光沢とも合ってますよね。武装としては三連装のね、方針のついた武器が左右にあって、かなりのね大火力を想像させますけれども、あとなんか翼も生えてるんでね、うん、飛行能力もあるんでしょうか。それに合わせてポニテのね、縛った髪のこの角度なんかのね決め方がとてもダイナミックさがね出てますよね。ちなみに分離状態とかね、その合体前の、謎のロイロイなんかもね作られてるんですけども、ちょっと思ってたロイロイと違ったかなり大きなやつで、何気に合体するかどうかはこのルルチェ側にはないっていう、そこでちょっとなんか戦力にしにくいってことなんで、なんでしょう、結構気難しい AI なんでしょうか。あとね、分離状態での武器としてそのビームチャクラムっていうのの表現にカスタマイズエフェクトなんかをねうまく使われてますね。よかったら見てみてください。ではでは続いての作品はこちら、ようこそガールガンファイトの世界へ、アルカカルティ GGF フォーム。ある日骨董品店でハンドガンを手に入れたアルカ、その夜異世界の学園に集められ、シスターによるサバイバルゲームを体験することとなる。はい。骨董品店の店主さんは浜田岳さんみたいな人だったんですかね。なんかもはやなんか懐かしい感じがしてきますけども、いろんな設定とかがね、蘇ってきますが、はい。なんか戦闘中に、そのハンドガンとかをね、ニッパーでババッと切って組み立てて使うとか、そんな感じでしょうか。その異世界で、3回やられてしまうと現実世界ではもうその存在が消えてしまってとかいう、そんな感じの戦いになるんでしょうか。まあそれはドラマの話は置いといてですけども、このね、ガールガンレディとサーティミスシスターズのね互換パーツ、これ結構いいんですよね。うん、サーティミスシスターズでどうしてもね統一企画がこうちょっとまあタイツ的な感じのね、衣装にまあアーマーがついてっていうような雰囲気も多い中、この互換パーツ使うとちょっとこうなんでしょう、洋服的な感じね。もともとこれガールガンレディの作中のそのガールガンファイトしてる時にまあ学生服になんかハーネスついたようなね、スタイルのまあデザインで着てるんですけども、スカートとかね結構パーツ使えるんですよね。塗装的にはどのチームだっけ、アルファだっけ、主人公のところだよね、このブルーのやつはね、結構しっかりとそのチェックの模様なんかもね描かれてますね。はい、そんなわけで今回も5作品見てまいりました。いかがだったでしょうか。何か記憶に残った作品とかありましたでしょうか。もしよかったら動画のコメント欄にね感想とかいただけたら嬉しいです。まあ、その時にねアドバイスとかね、こうした方がいいんじゃないのとかね、こっちの方がいいと思うみたいなね、ものが、まあ、優しさとかね、愛情 100% であったとしても、まあ、視聴者の皆さんが思ういいと、ね、制作者さんの方が思ういいっていうのはね、違うこともありますんで、まあ、そういったものは基本なしで、ね、ここが良かった、そこが良かったっていうね、そんな話で、埋めてもらえたらありがたいです。
はい。これをね、撮影している現段階でもまだまだ皆さんの作品募集中です。締め切りは2022年の7月の31日になっております。もしよかったら皆さんの作品ね、見せていただけたら嬉しいと思います。今回ちょっと30 Minutes Sisters 率高かったですね。まあ今でもね、いつお店行ってもいつでも買えるっていう状況でもないんですけれども、やっぱり再販とかも繰り返されて、ね、ぼちぼち、手元にね、シスターズがあるよっていう人も増えてきたんでしょうか。ね、こっからのいろんな作品楽しみにしております。では今回はこんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。